サンデルさん、寺きさん、岩本がさん、本さん、ピサ、埼玉のコバコバさん、ビスケさん、エイトルさん、ケイゲンさん、ヤッホーみんな。レ、ね、オやおー、静岡、あなんか多分ママがレオの投稿を見てるかわかんないけど、なんかね、静岡のなんか、いいところを送ってきた、いいところっていうかなんか、観光地みたいな、河津桜を送ってきた。 エートールさんなんか毛玉みたいなのありがとうとマともさんも毛玉ありがとうしーちゃんやーほホーミラクルさん TM さんおはようョー <laughs> さん毛玉ありがとう毛玉毛玉って何おら上がりじゃないよおら上がりじゃないなんか寝てた <laughs> レッスン終わって寝てたおはよう キオさんえ、お話し会待ってるよ。お話し会待ってるからね。山城さん、ハートありがとう。大樹、おはよう。あずいさん、ハートありがとう。山城さん、ハートありがとう。嬉しい。後ろに役色の、そう、イチョが取ってくれた。あれ、イチゴなんですよ。シェルさん、毛玉ありがとう。ヒヨコさん、毛玉ありがとう。山城さん、ハートありがとう。やっぱりさん、ハートありがとう。ガリさん、毛玉ありがとう。 DM さん先輩ありがとうなんかさなんかわかんないこれはさツイッターで流れてきた情報なんだけどさなんか低気圧だとさ眠くなるみたいなだからさ自分が今日こんな寝ちゃったさ理由はさもうそれでいいかなと思ったひー <noise> たん辛そうだった花粉症みたいなのがですよマッピノッピさんけどもありがとうティーさん誰もありがとう もっと赤くても走っちゃったそうなんだよねでもリップ置いてきちゃった <laughs> ボサボサなんだよね寝てたからまるさん毛玉ありがとう高行さんなんかハートの毛マフラーありがとうマフラーなのこれやッー DM さドルマンありがとうあのピーマンピーさんやトマトマさんやビスケさんやカナかなえちゃんですよもう元気になりました皆様昨日もねヒータンがさ X でさなんかそのさ静岡来てくれた時のこと書いてくれてて嬉しかったそう なんか私お姉ちゃんが毎回その静岡行って静岡から広島に帰る時にお姉ちゃんが絶対にお手紙くれるんですよなんかあとお,お誕生日とかわかんないけどなんか毎回お手紙くれるんですけどそれにひーたんがびっくりしてた「素敵な家族」ってなんかひーたんもかすみも多分お兄ちゃんと弟とかな,なんか女がいないからかわかんないけどなんか「なんか家族の絆強いね」って言われた絆をもらう。 って言われたんだよねヒータに家族の絆が強いって TM さんだるまありがとうソロがウニャっテさん系だまありがとうヒヨコさんだるまありがとう金穴の変化どこ変わったでしょソロがウニャっテさんありがとうヒヨコさんありがとううれしいいつも以外違うよ洗濯したもんあっ洗濯しようと思ってカゴ入れたまだ洗濯してないじゃいいねしてない間違えちゃったんだよ なんかその記事見てうわ何やってるんだよって思ってで「いいねした」そう「<laughs> いいねしたわけじゃないよ自分から」なんか手が滑っちゃったんですよねいいね」とかなんか手が滑りますね小石さんあとありがとうジュニアさんマフラーありがとうテキスト初めましていラーできる復活しましたよ復活しましたリラートできますおはようたくまさん千万里ありがとう ドルマありがとう。キッチンさん、ケイトありがとう。えー、つねさんありがとう。ケイト、元気さはあ,ありがとう。マセンはたありがとう。たけしさケイトありがとう。ケダマケ,ケイトか。あずいさん、ケイトありがとう。もわかんないけどわかったケイトか。とかマセンさんハありがとう。元気さはあ,ありがとう。ゆうゆうさん、ケイトケダマイトケダマイトありがとう。 元気になって帰ってくれてるえっ元気になって帰って <laughs> 昨日と今日でやっぱり寝る前はかなちゃんみたいんしいありがとうみんなそんなことを言ってくれてたけしさんケイとありがとうけいカートルさんありがとうけいけだまいとけだまいとけだまってケダマけだまいとけだまいと何それジニアさんありがとうけだまいと ダイナマイト見たかなあもみんなに会いたいよやあほかなあ仲良いちなみに今日も中良行きましたよレッスン終わったあと定食屋さん行ってから中良行った2軒回った2軒ランチした摘圧摘圧ええー、結婚してって言ったら何やってたどうしようかなうーん じゃ、こっちの二重が綺麗になっったらいいよこっちの二重がねなんか、ね、起きたらねなんか二重が変になっててびっくりしたでもさ自分いっつもさ「アイプチつけてる」とか「さ、アイプチ調子が悪い時アいプチつけてる」って言ってたじゃんでもさなんかさつけてるんだけどさそのアイプチなんかさ静岡に置いてきちゃってさ今さパンソコなんだよねパンソコを切っても使えるんですよアイプチとして。 そうしてる頑張った気圧アプリってなにえやったかの話してくれたありがとうあずゆいさんペンライトありがとうお待たせしましたヤギさんありがとう待っててて日一応を低気圧だから眠ったままそうだよ金の寝顔が見えるお話会。ずっと頭痛くない。何もしてないもん イエローハットありがとう。そう、メールね、なんかちょっとさ、あの、ずっと寝てたからさ、送れなくて大量送っちゃった。ハイスターロケットありがとう。イエローハットありがとう。眠くなる。毛玉糸か。何、毛玉糸毛糸玉毛糸玉か。<laughs> もう何言ってるんだ。<laughs> ハイスタン、毛玉糸玉,糸玉ありがとう。あっピピ、ぴピぴハありがとう。あったか配信。何これ、あったか配信 大さんきですよあ,ピラピさんありがとう夏、ね福とまあでもなんかちょっと頭痛くなってきた気がしてきたんみんなが「数ずつ大丈夫って言ってて言きたかかからななん頭痛いいもしれ頭痛いかもしれない」。 ただいま待ってありがとう待ってお待たせしましたひろしさん,あり,あ,り、ね、さんありがとういろはたありがとうえ3月20待ってるねさかとしみさんありがとういろはたありがとうそうなのよそれなら感動するよねイさこもお姉ちゃん優しいそうお姉ちゃん優しいお金も入ってたラッキーあラッキーじゃない <laughs> そうでもなんかいとこがいるんですよ ABEMA 見たかとは分かるんですけどあのいとこがめいちゃんがいとこがを見たいってずっとひーたんとかすみんが言っててでいとこの方もめいちゃんもめっちゃ好きだから見てるからうちのライブとかだからひーたんとかすみん会いたいって言っててでママが朝新幹線のところまで連れてきてくれてめいちゃんを。 そうでなんかひーたんが最初ね手つなごうと思ってなんかメイちゃんにねこう手差し伸べてたんねそしたらなんか <laughs> めっちゃ避けられてたひ <laughs> ーた<タ>んが <laughs> マジおもろかった握手握手じゃない手繋いであげないよって言ったら手繋いでたその後そう無理性い軍団の絆に関係嬉しいありがとう感謝爽やかマジで美味しかったやばいよ でもなんかさ爽やかってさめっちゃ潰してくるじゃんこれジューってやるのでなんか潰してさなんかさなんか中身がちょっと外に出る感じわかるなんかジューってやってなんかちょっと崩れそうな形がしてたのねずっと潰すからめっちゃヒーターめっちゃヒヤヒヤしてたその後話したんだよねなんかあれ絶対中身出そうだったよねみたいなやっぱ落ちなかったなんでもない爽やか行った時さなんかさいきなりさ 「なんか乾杯の温度しましょう」とか言われて店員さんに「なんか意味わかんないよね初めてで自分そんな乾杯の温度とかに出会ったの」「乾杯の温度」初めてで「乾杯の温度しましょう」「ここはどういう中ですか?」って言われたから「あ最近何がありましたか?」って言われて「久しぶりに会ったんですよ」って言ったら「久しぶりの再会に乾杯!」みたいなめっちゃなんか大きい声で言われて店内で,でなんかお店の人もなんか他の従業員さんも「 なんか乾杯みたいななんか言うのねマジで恥ずかしかったほんとにびっくりしたなんかそんな経験今までなかったそういうなんか乾杯の温度なんてカンちゃん毛糸玉ありがとうお姉ちゃんさんぐらいひーたんと同い年ラちゃャまこさん毛玉糸ありがとうひろしさん毛玉糸毛糸玉ありがとうやッホうソうソさんありがとう ロケット。ヤギさん、ありがとう、ゲイト。夜、四めいけないかも、かりいおにに。ありがとう、お兄ちゃん、待ってるよ。お兄ちゃんの X 見てるよ。SQ の王先輩、優しくて泣いた。それだん王先輩サーヤンさんもう大好き。坂田市民さん。ありがとう、ゲイト。あ、違う、マフラーか、これ。 男って本当手紙書かないえ、そう手紙書いてくれたら嬉しいのに。でもみんなからのお手紙なんか、ど、なんかどこにしまえばいいかわからなくて、いまだに枕の下に置いてますよ。たくさん <laughs>。皆さんが送ってくれたお手紙は必ず枕の下へ行くので、ぜひ、みんなワンレターを送ってください、私に。 生誕祭のお手紙アピールはじゃおしじゃおしって何じゃおしりさん聞いたのもありがとう合格そう今日から今日は合格から1年ですゆいたんとりさことは友達だったから入る前からりさ子が多分一番最初ぐらいに呼ばれたのねでもみんな呼ばれてゆいたんも呼ばれて番号分かってたから焦ってたのめっちゃもううちだけ受かんな悲しいと思ってたらなんか受かった <laughs> タマタマさん、ケいトどもありがとう。チるさん、かわいい、ありがとう。ドールさん、あたありがとう。スーくん、けいとどもありがとう。タちゃん、マフラーありがとう。サっさんあたありがとう。ドフラミンゴでなにはしごそうそうそう、はしご、してたかんさん、ケいトどもありがとう。 今日はユうなとイチゴちゃんと晩飯じゃないよ。お昼だよ。お昼食べ行ったんですよ。3期生仲いいですよ。なんか誰とでもって感じでみんな。なんか、確かにうちはヒーたンとカスミとかと仲いいけど、なんかでも、別になんかさ、学校とかだとさ、なんか本当に仲いいことしか遊ばないとかさ、ご飯も行くのも仲いいことしかご飯行かないみたいな感じじゃん。大体学校って。でもそんなことない。もう本当に誰とでも仲良くて。 もうみんなと全然よくご飯とか行くし。仲良い,いですよ。仲良し、それなぁ。山形か、広島まで持って、え楽しみだなぁ。山形か,から山頑張ろう。すごい、忙しい。いいな静岡からいいなディズニー行きでしょくさ、まったく下がってありがとう。ど日もいけど、今日も。 うれしいう。うんどういうことどういうこと,どういうこと広島で言ってないんだ爽やかあ、売ってる百均に売ってる。え待って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 。ちょっと待ってね。頑張ってたどり着くう一瞬で。広島おパーセリさん、あったかいしありがとう、嬉しい。ライブ、え、何のライブあったのみー、沢さん、ゲイドありがとう。ズツール何、ズツールって。 ごめんね本当に本当にごめんなさいメールとかも全部できなくて自分できなくてっていうかなんか,なんかできなくてその僕体で出てないしなんかなんかなんだろうなんかさよくわかんないんだよねそういうのだなんかわかんないわかんない なんか内,内部活動休止みたいな感じなのかな, <laughs> なんかわかんないけどすなんか出されると思って何も出されなかったからなんかみんなさんごめんなさいって思,い思ってた高田清水さんバラ、まあ、ありがとうよしみさんありがとうそうで最近さアイライフさんにめっちゃハマっててさもう大好きでさ待ってアイプチあるんだけどここにえやば貼ってあった机の上にあとで使える やすありがとうミキさんさんありがとうゲート玉ありがとうまっぴのっぴさん今回再販の申し込み終わりだよみんな、うん、俺じゃ写真読めちゃアプリなの僕対楽しみにしてたひいたん決まるカフェさんあんまりせぐんだなゆいたん言いますよよくひいたんそうゆいたんは あのー、なんだっけおとといぐらいに昨日か昨日かひーたんちゃん集まってたんだけどそうゆーたんもいたよハロ雄さんありがとう毛玉毛糸玉そう半分に切るんだよ爽やかうんうん肉汁もったいないやんそれなえもったいなくないよディーニさんあ,ありがとう七光さんこんばんはこんばんは トルさんありがとう。え、なんかさ、待って、うちブロックしてたみたいなさ、えっと、ママから送られてきてさ、うちさ、しなんか知らなくてさ、ほんとにすいませんえ、なんだろううちな、なんかね、わかんないなんかさ、小売り前さ、しょっちゅうさ、なんか、嫌なコメントあったらさ、バイバイってしてるけどさ、X ってしなくないえー、嬉しい。静岡来てよ。誕生日。今日も帰るえ、喧嘩してないよ。どういうこと 爽やか何ののしいのよそれのパリピえそうそ、え、わかんないえパリピだよねなんかそのお店のサービスえ、知らないなんかうち今までささやか何十回も行ってきたのにさそんなの初めてされたでも隣の席の人もやってたからかなたちだけとかじゃなくてもみんなやってる気がするでもハタありがとうマピナピさんハタありがとうそう乾杯の温度しますフィーバーって言われていけないえ恥ずかしい宮地毛玉ありがとうマピナピさん連さん、ありがとう えそれな知らないよね自分初めてなんで爽やかなアイドルあ店員はアイドルということはねわかるわけないでしょ <laughs> 静岡のおすすめ熱海と大井川鉄道でも大井川鉄道車とかないといけない気がするあとは伊豆もえ伊豆めっちゃいいよ伊豆旅館とかさいいんじゃない伊豆はあ河津桜とかいいと思うやばなんか言い過ぎ一気に言い過ぎてわかるかなっていう感じなんで それ,んそれな、それなぁ乾杯であ、そうなのやっちゃありがとうけども、かたまりさんあ,ありがとう、そう、手紙たい書いたら真っ赤から高くなって、金具の肩がこらなくなるのでみんな待ってます、枕の層下、枕のなんかさいや、この前も言ったけどさ、大型ってなんか見えなくなればいいみたいな、精神なんでなんかその、部屋が片づいて。 けるのになんか見えなくなればいいみたいな感じだから枕の下にしまってる。改めて手紙書こうね。え悲しいんだけど書いてよ。何かえじゃあ金江の質問書いて。え待って <laughs> 金江の質問書いてどうするのって感じだよね。えじゃあ自己紹介みんな自己紹介書いてよ。自分のこと書いてなんか好きな食べ物はとか書いてくれてほしい。 美子ちゃんともつながってた NMB の時に友達になってつながってたえ b e m 見てくれてありがとういやかなに送ってよなんで送ってくんなの一周年ありがとう合格会一周年なんですよそうめっちゃあったねなんかでもずっとなんかまあ引っ越しとかもあったな自分今日合格発表されてウキウキで 卒業式いやなんか二十何日かが卒業式で25とかかなで普通にさなんか友達とかにも言えなくて言っちゃダメだったからでも学校の先生にも言えなくてなんか言っちゃダメって言われるからさ学校の先生にも言えないじゃん自分口かいからめっちゃだからさ学校の先生に言わなかったのそしたらさ本当に就職だだ大丈夫なんですかみたいなめっちゃなんか言われてなんか めっちゃ言われた「就職ほんとにやばいですよ」みたいな言われたけどなんか余裕で「大丈夫ですよ」とか言ってた <laughs> 番号呼ばれた時の動画どこにあるのえ欲しいない山勝さんけいとありがとうなんかママがみんなうか後ろにお母さん座ってんのにうちのママはんか「広島来たからどうせなら宮島観光行こう」って言ってなんか親戚で来たのそれこそいとこのメイちゃんとかもうみんなで来てたのねもう一斉にみんなで広島来ててで なんか広島観光して、宮島行ってたらなんか間に合わなくなっちゃったらしくて、自分がもうちょっと動格発表されるよって、LINE したら、やばい今から向かうみたいな感じで、で、最後合格した時いなくて、で、合格したよって言ったら、やば泣き、